今までの貞子シリーズとは違っていて、本当ホラーが苦手な方でも見やすい貞子になってるんです。本当ですか？はい、結構はい、僕前の貞子を一回見たことあるんですけど、はい、すごいでも怖かったんですよ。大丈夫です。大丈夫です。今回もちろん怖いところもあるんですけど、はい、ここ2人の役柄の掛け合いが結構ポップだったりしてちょっと笑いどころもあったりするので、ぜひ苦手な方も皆さん見てください。よろしくお願いします。精神さんも見れますね。見れるっすね。はい、続いて川村さんお願いします。はい、ですね、まあ、実際に僕グループ活動やらせていただいてるんですけど、そのメンバーもすごいホラー苦手な子がいて、でその子もですね、めっちゃ普通に見れたって、もうめっちゃ面白かったって言ってくれたぐらいなんで、本当に苦手な方も本当に大丈夫なので、ぜひぜひご覧いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。映画貞子 DX より小芝風花さん、川村一馬さん、そして貞子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。